修学旅行みたい。ねえ。ほんまや。枕投げしなきゃ。ほんまや。これを、うん、楽しい。ずっと油で。藤本がリベンジするって言うてるからさ。うんうん、ああ、ぜひぜひ一緒に行ったらいいじゃない。来てた。何のリベンジ？でも、ケンさん言うこと考えたら、今年春行けるんじゃん。ゲンジロ。雪ベンジ。雪の心配いらんと思いますよ。マジで、うん、ほんなら行けるじゃん。あれ、雪の心配も全くいらんと思いますよ。ゲンジロ。ほんなら行こうや。ゲンジロ。なんでやねん。俺も一回やってるから。見守ってるわ。うん、2000メーター以上は例年より多いんやから。ケ、う、ン、ん、さん来るって言うたら来るんですよ。何こっちもない。ケンさん好きやね。室堂までは行きましょうか。で、室堂は行きましょうか。じゃあ、あかんて。あかんて、あかんて。びっくりないけ。3日も行く言うたやん、源次郎は。いや、俺源次郎やってるもん。いや、源次郎、ケンさん行くんやったら行くわ言うたやん。俺、春やってる。すごいじゃん。じゃあ、あかんて、ケンさん。100歩譲って、うちは長次郎にしますか。だからゴールデンウィークはもう開けとってやけけど、ほんまに行くで源次郎。俺たやもんね、親父の妹が死ぬはず。死ぬはずって何？殺すな。はずって何？いや、すごい乗り気なんだもん。だって俺藤本ほど源次郎に思い入れないもん。いや、じゃだからそれは付き合ってや。いや、テンションの差あるやん。いや、分かってる分かってる。行く人にいっぱいおるやん。カズッチ行きたいって言ってるし、平野さんも行きたいって言ってる。いや、でも多分カズッチは来へんと思うわ。でも多分みんな思い入れあると思う。うん、私もだから、J とお母さんに付き合って一緒に行って、黙祷とか私も一緒にしたんだけど、あ、思い入れが私と全く違う。そうそうそう。そう、そりゃそうやん。わかってるわかってる。じゃあだから、それ付き合ってくれてもいいやん、別に。付き合ったら、こっちもね、気分晴れるよ。なんか、頂上まで抜けた時にすごい喜んでくれて、二人とも。なんか心の使いがきっと取れたんだろうな。あやみちゃん優しいわ。藤本の喜んだ顔なんか別に見たくないから。付き合ってあげなよ。ケンさんいつでも行けるやろ、基本的には。いや、得意。もう体力は。違う、違うのね。G はね、源次郎私と一緒に行った時に、もう俺は生涯で源次郎、これが最後だと。最後の。いや、ちゃ、でも俺、絶対行こうなって言うたもん、ケンさんに。リベンジするからなって。ちゃんとリベンジ行ってきた。来年。何勝手に行ってんねん、アホか。頂上でいきなり言い出したの、それを。なあ。アホか言うたで、今。あかんで、源さん。ほんまにあかんで、それは。もう、源次郎から上がることはない。この最後の源次郎に付き合ってくれてありがとうって言われたの。あ、それ聞いたらもうちょっと無理だな。泣けてくる。泣けてくるな。え、そんな俺聞いてへんって。ちゃうやん、でもな。それは、源さんあれやろ。じゃあ、積雪ちゃうやん。まあね。やろ？まあね。季節ちゃうねやから、そんなリベンジもクソもないんだもん。ただの。いやいや、もう。じゃあ、G はね、年々実は体力に。いや、分かってる。それは分かってる。分かってるよ。だから、俺らと行くねやんか。やろ？ちょ、で、前見だってさ、ちょっと待って。私は、ま、一緒やろ。ちょ、前見だって別に。こっちも行って、こっちも行って。積雪ちゃうやろ？違うよ。やろ？うん。そんなん、だから夏はもう、夏行ったのよ。うん。次、積雪期やろ？いかなかんの？怖い、怖い。俺ら、ちゃうねんって。俺、こんだけ、ここの山行きたいって思ったことはないから。今まで。あ、でも、彼にこだわりがあるのは分かると思うよ、私は。そうやろ、うん、いや、だいたい、ケンさんとの出会いのあれやし。そうだね。あれは、源次郎ね、やっぱ、二人、俺ら一緒に踏まなあかんねん。そうやって出会って、こうやって。そうやろ？そうやって出会って、こうやってみんな広がってんねやろ。確かに。それは踏まなあかんちゃう。確かに広がったね。松村さん代わりにお願いできるんだよな。じもう一回頑張るしかないじゃない？いや、これは、これで、そら相棒やねやから、絶対行くやんか。じゃあ俺だってもう予定入ってるもん。入ってへんわ、アホか。じゃあ、ゴールデン、ゴールデン入ってるっちゅうの前、もう。その難しいところとか、うん、そういうんじゃなくて、仲間っていうか、一緒に行く人が楽しければ、どこでも楽しいと思うよ。うん、そうやろ、うん、それに加えて、うん、初めて俺が行きたい山っていうのが、源次郎なわけよ。必死すぎて受けるんだけど。じゃあ、さっきね、これ、こっち向いて、こっち向いて、もう必死やったからめっちゃ怖いと思って。いや、あかんで、ね、ほんまに。これちょっとそれ。いや、源次郎よ、行かなあかんで、ね。あ、まゆみちゃんさ。何シドが、やつみねやとか、付き合ってもらえ、もう。あ、やつみねも行きたいな。やつみね行きたい。もうついでにだから行こうやな。ついでって。ついでじゃねえし。でも源次郎よりもやつみねの気ですよ。いや、私も、源次郎から右側にやつみねが見えて、次はいつかやつみねにと。じゃ、だから、ちゃうね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 だから、残雪期や言うてんね。夏の話してへんねん。必死やで。だから、説得すごすぎる。じゃだから、他の練習やったら、源次郎行きたい言えや、お前。源次郎、だから、そのね、言うたら、残雪期で雪の上じゃないですか。もう、今からの時期ね、トレーニングできないでしょ。ほぼ踏めへんの。
いいじゃん、明日トレーニングすれば。そうや、明日、お前明日は何のためのトレーニングだよ。源次郎行くためのトレーニングだよ。それ私は初めて聞いたの。とにかく必死すぎる。今日みたいな感じで、いち早く一番先頭を 歩いて、パタ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 行っちゃうし。だから、まだ行けるよ、うん。今日、気象予報士の人がさ、な、あの、下山の時にも、ルート外さんとか。絶対ケンさんやと思った。俺、私もちょっと笑っちゃったもん。今日そんな人見たな、お前。ケンさんのことやってんだ。ほんで、ケンさんのチラッと見たら、ケンさん一生懸命あの、トマトソース、スパゲッティって。今日、静岡、お前、もう雪山、大満足じゃん、もう愛せん。超わかんない、開けるわ。羨ましい、私もなんか一回目からこんな経験なかなかできない。ないよな、ないよな、ないないない。昨日は今岡さんもな、ちょっと褒めてくれたな。そう、今岡さんからボロクソ一回も、多分ね、今岡さんと藤本さんくっついたらあかんねん。話さないか。あ、別々だからよかった。うん。だから今岡さん昨日も一回も言ってないの、変なこと。そうやな、カズッチは意外とさ、あんな言われへん人やから。そう、言われへんね。ね。基本は乗っかってくるタイプよ、もう。うん、LINE でもう変なこと言うからそこ乗っかってきて、ペペペペペってみんなで乗っかってくんやんか。カズチやっぱ俺がおらんと あかんねんな。あかんぜな。いやいやいや、言うからダメなんだよ。まあ、確かにカズチと藤本と組ましたらあかんな。そう、もう最悪コンビ。もういらんことしか言えへんね。いいこと一個も言えへん。うん、何、え、うん、私がまっちゃんのファンになるってことじゃなくて。まっちゃんとか増えた時は俺パソコンの前でパーって出る。違う違う違う、まゆみのファンになるやん。逆か。だから俺、藤本に結構言うてるんだ。え、でも私、抹茶好きなのとか言うときに、俺のもうパソコンの前でニヤニヤしとってるか。ほんで、藤本がさ、ほんなん見てる中で一番誰が好きって、ゆかちゃんって言われたときに。確かに、抹茶、抹茶ファンなんですよ。思うよ。めっちゃ、抹茶ファンです。抹茶。ひそかに抹茶呼んでる。でも抹茶は結構好きなメンバーですよ。はい、誰が一番ゆかちゃん。ゆかちゃん、うん、ゆかちゃんもうめっちゃ面白い。俺両で振られてるよ。両で振られてる。確かに私もあれ自分で見ててちょっとおかしいじゃねえと思った。そうやな。まあ、たまたまほら G が知り合いになって、あ、近くはなったけど、でもほら会うことはないと思ってたから、勝手に画面上で私は密かにまっちゃんって呼んでただけど、そんな人いっぱいいるよ多分、うん、そう、たまたまそれを話しただけでしょ。いや、俺は全然まっちゃんまっちゃんって言うからさ、もう嬉しくてさ。これから俺はまっちゃんで行こうぜ。なあ。だってなんかその方がこう身近に感じられるじゃん、ファンとしてもさ、なんか。いやいや、だから俺は。松村さんとか言うよりさ。うん、そうやな。さ、ケンさんが松村さんはおかしいな。まっちゃんやな、やっぱ。まっちゃんでいいじゃん。まあいいね、うんうん。俺もなんか読みづらい。まっちゃんにしたら。ただ別にカバーを組んでもええね。あれだ、藤本。いや、俺もさ、兄貴の、あのあれ見てびっくりしたんよ。その俺は知らんって言ってたよ。あのな、お地元の友達でな、ジャイアンとか、おジャイアンも書いとったやろ。うん、書いてた。ジャイアンとかプーさんとか書いてた。あれは言われてるの知ってて、お俺カバーを送ってた時に、俺今地元の友達にカバーを送って呼ばれてるやん。ほんま、ほんまに知らんかった。ジャイアンとプーさんはよう言われとった。うん、自分知らんとさ、女子たちに陰でカバーを送って。だからあのコメント見てもビビったもん。ほんまにあの時はるみさんの書き込みで初めて知ったってことやろ。俺知らなかった。なんでせめてカレーパンマンぐらいにしてくれよ。いや、カレーパンマンじゃないから。しずほさんとかもさ、ファンとかできるんじゃない？なんか。しずほファンめっちゃ多いよ今ねえ。なんか男の人とか寄ってきそうだよ、あんな。なんかケチョンケチョンで数が出てるから、うん、だからあんな女あかんっていうやつもおるよ。でも、うん、確かにこれがどっちでっていう。確かに、うん、そう、好みはさまざまだから。それでええやん別にな。それこそ DM 送ってきてよ。え、いや、男より女の方がこう DM 送りやすいから。男から女にってあんまり送りづらいんじゃない。でもなんか姉さん頑張ってくださいとか来るのってなる。お前だからこういう関係考えろって。なんで DM が来ないかしてる。バーって静岡に、静岡さんいつもあれしますって DM 来たらさ、うん、ひょっとしたら何かでおった時に、うん、藤本に言うたらさ、藤本がさ、うん、またなんか藤本さんに怒られるかもわからんと思うから音がついてこない。だからこいつがおるからお前男できへんと思う。いや、でも私もそう思うよ。
なんでやねん。なんかこういうなんか人たちとつるんでると、男の人は近寄ってこない。まあね、確かに、ね。あ、もう実体験だから教えてあげます。じゃらじゃらぶら下げた奴らと、じゃりんじゃりん歩いてると、普段一人で歩いてるとすっごい話しかけられるのに、絶対話しかけられない。でもね、一人でね、私結構山歩いてたんですけどね、うん、おじいちゃんとかにはよう話しかけられるんですよ。一人で来たんかっつって。本日2回目やけどさ、めっちゃおもろい話していい？何？静岡に彼氏ができん、藤本の悪さって。この間藤本に遊びに行っとってんか。うん。ほんならな、うん。あの、この間の、やつのやつ見た？見た。あやつさ、あの、フリーのやつ、静岡に。出て行ってて、うん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 、で静岡登れたかとか言ったら静岡、うんうん、登れましたっていうやつ、うん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 、でか見た見た、藤本に行ってて、藤本がな、兄貴静岡のな、うん、あのなんか行った時に、ね、静岡登れたか言ったら登れましたって言ったら、うん、あの笑顔めっちゃ良くなかったって言ってくれじゃあ、まあ、これなぎちゃんまだ全然落ちあるからまだまだ、うん、めっちゃ良くなかったよからさ、あれ静岡めっちゃなんか笑顔良かったな、うんうんうん、あれめっちゃ良かったやん、うん、俺編集しててな、あれめっちゃ可愛いな思っててで見てさ、ほんで俺がな、いやせやねんってあいつな、やっぱあれ可愛いとこあるからな、ほんまなあいつ男できてほしいねんけどなって俺言うてん、二人きりやでこいつの家で、ほんでああせやねん、なんでできへんのかなって言うたら、藤本がな、でもな兄貴俺なってこんなとやで、でもな兄貴俺な、静岡にもし彼氏ができたら、俺多分な、めっちゃ寂しいなろうほんで、ああ、面白い。それもし、もし静岡がな、結婚するとかだったらな、俺多分泣くわ。多分ね、彼氏を紹介したら多分、あんた良くないとか言う。もう隠れてもってコメントもする。お兄ちゃんみたいになる。藤本の家で二人きりさ、真面目にそんな話を聞かされてるほんでちょっと涙くみながらな、俺多分な静岡だな、なあいつがな他の男と山行くとか言われたらな、俺めっちゃ多分な寂しいだろう。お兄ちゃん、お兄ちゃんしっかりして山行こうな、連れてってな。これ結婚相手連れてきても親が許しても藤本ちゃんが許さない。そうなかなかうまくいかないよ。彼氏には彼氏であいつらと行くなって言われるから絶対に。いや絶対そうやんな、でもな。あ、実体験実体験。毎回毎回それで、そう、もううまくいかない。そうだからなんであいつらと行くの、あの人危ないよとかね、すごい吹き込んでくるさ、まあ、彼氏ってやつは。いやそれを言われて、そこまで言われて、私がめっちゃ好きやったら、もしかしたら山を辞めれるかもしれない、逆にね。いや、まあ、そう、いや全くない、ね、でもそれやったらそれでいいね、うんうん、でも今さらさらな、兄貴、うん、今はそんな男いらんって思っちゃうんですよ、はあ、私の今の人生の危険ですよこれ、危険だわ。いや、危険やな。だもう。まだ若いから、あの、やり直しが効くから、この人たちに、わざと合わせなくてもいいと思う。あえて、あえてよ、まゆみ、まゆみ。え？タチって言うな、タチって。複数形は、あかんよ。あんたの横におるでやん。なんで俺やねん。彼氏ができたら寂しいとか言うけど、でも彼氏もできてほしいって気持ちもきっとちょっとあると思う。ある、それあるよ。違う、それはあるやんな。これはほんまにあんねん。あんねん、あんねん。でも実際できたら、さあそうね、できて、シズは次一個帰ったら、いや、彼氏と山行きます。この日曜日用事あんねんって言われたら、めっちゃショック受けて。そう、だからもう彼氏できたら、もう山やめて。やだ。だから山じゃない彼氏がいいじゃない、山やめてくれたら俺らも諦めつけない。山をやらない彼氏。俺らもって言うなよ。いや、俺一言で、静岡に彼氏ができたら泣くかもわからない。でもそれは、言葉言うてんのに、いや、それは俺が、まあ俺が最上級なだけで、兄貴もまあ、寂しいやん、そんな。寂しいやん。俺は静岡に彼氏ができたら嬉しいよ。いや、俺も嬉しいのは嬉しいよ、山やめてなんて言わんといてよ。今は、でもすっげえ、めちゃめちゃすげえアルパインクライマーの彼氏できたらどうする？どんだけその人に入り込むかが私わかんないんですよ。いや、絶対、思んないわ、そんなやつ。おい、来たね。うん、ゆかちゃん、いきなり。お、いや、俺も今見た。みんなで小屋やん。ですけど、みたいな。何か何か何かいや、めっちゃ楽しそうな写真。あ、ほんとだ。
でもゴロゴロしてる。うつり悪い。確かに確かに思った。なんか画素数が少ない。じゃあもうな、もうこの人のカメラ最低やねんやろ。画素数ない。またタッチ。個人的に小屋くなんて来てた。予想通りやろ。予想通り。もうみんなの動きが分かるから、これ送ったら絶対ゆかちゃん来るで、俺。一発目に来たもんな、ゆかちゃんが。暴風の恐れあったから。で今日ゆかちゃんめっちゃ気になったんやで。俺やあの下で車走っとった時にストーリーで言っとったけど、時に腰に折ったんですか。いや思いのほかね、全員揃ったからね。空いてる。空いてる。まあ天候と健さんのコンディションではそれオッケーですけど。山小屋オッケーですけど。ちょっと何許可がいるの。ゆかちゃんが本当だ、うん、だからまあ天候悪いし、うん、ケンさんのコンディションやからそれ OK ですけど。じゃあダメなの。じゃあ G があんま腰とか良くて天気が良ければいいで、なし。ゆかちゃん的にはな、相当上から来てんねん、これわかる。証人がいるんだ。次入れるからね。なんて、うん、姫様だな、ゆかさんは。もうこれ言ったらもうゆかちゃんもう、なんて書いてくれるの。カズッチ多分縛かれてるの。カズッチ縛かれてる。かわいそう。何やったり。ケンさんは元気でラッセルで天気も快晴やねん。だけど小屋くやねん。でもゆかさんは心配していろいろ天気予報とか送ってくれてたんですよ。ほんと優しいじゃん。優しいの。優しい。いい姉さん持ってんね。なんて来た、なんて来た。お、かわいい、もうかわいいじゃん。かわいい。よこ。ほーい、でも。ほーい。でもすごい気にしてるんだろうね。こんなすぐ帰ってくるなんてさ。多分な、俺らの、藤本健けど、ゆかちゃんは多分めっちゃ行きたいんだ。そうなの、うん、ちょっとだから、ちょっとジェラシーっぽいよ。うん、行きたかった。あ、ケンさん来るから。うん、いや、ケンさん来るし。来るし、うん、いや、やっぱり雪の地方は魅力的やで。ましてや、それで、テント泊やもんから自分の中では斜め取ってんけど、ほやほや呼べよみたいな。私のフィールドでしょみたいな。そう。なんでそんな時にさせてよみたいな。仕事休んで行くのにぐらいになってる。いやでも、いやまさかだからね、うちらも別に意図してそうなったわけではないからさ。そうやな、そうや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 で。だってもともとはケンさんがテント持ってきてくれるって話になって、そうケンさんが来られへんってなったから、俺も2点しか持ってへんから、それじゃ無理やなって話で小屋くんなんでね。うん、そう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 。まあ、急遽当日の朝に、当日参加のおじいちゃんがおったからな。そうや。そうや。まっちゃんなんかギリギリまで行くか行かないか分かんなかったけど、一番楽しそうじゃん。僕ね、じゃあ来たら、そうやね、来たらそうやね、行くまでがとにかく腰重いね。削り出してくるのが大変なんだ。ね、意外とね、今月ね、昇進もねえからね、いや大丈夫かなとかと思い出すと、不安なんだよね。どんどんしまい。ほんだわざわざこんな天候の悪い時に、うん、行くことないよねって、うん。そのメンバーが揃ってたらな、うんうん、行くだけ行ってみようか、突っ込んでみようかってなるけど、うん、いやーなんかというかだんだんこう不安に心配。俺も藤本みたいになってきとるんや。こいつ天気すら見てへんけど。うん、そうみたいね。いや今回は見てたって。今回は見てたよ。とりあえず私がやかましいから、じゃあ藤本に連絡してみるよみたいになったんだよ。でも初めての愛禅で西穂は来おへんか普通。来おへん。うん。まあこれね。うん。みたいな。普通行かない。俺でも。アイデントレーナーがやったことね。まあもう、ケンさんの話はええねん、もう。ケンさんの場合は、本ちゃんがいっぱいあるから。大阪はそんなないですよ。で、松村さんが一番初めのスタートの心配の仕方としてさ、一般的な登山者の考え方として、うん、雪山はレベルが高いいうふうに見とるわけ、うん。で、俺はよく雪山連れてってくれたら、いいよ、いいよ、って、うん。じゃあ、他の者が雪山なんか怖くねって言うから、落ちたら雪の上やんかよ、って。夏山ったら言わないで怪我するんだよ。あ、確かに。おい、俺は言うよ。まあ、確かにそうやけども。でも今日の、シドが一番トップでありだろ。うん。どんな登山でもこれが当たり前ない。うん。一番足の線を前だせんや。はい。ナルトラも一番前だせんや。うん。初体験だしね。うん。絶対に。早いも前だしたら絶対ダメ。うん。それと、登れるやつを前だしたらダメね。あ、そうだね。行けなくなった時に。困るじゃん。いわゆる自分が登れるルートを登るんじゃない、みんなが登れるルートをトップ歩かない、うんうんうん、
たまにかっこよくさ、俺ならここストンと登りますよ、ストンと登るばかりで、次の2番で3番で、いやそれ無理やし、いうルファイするばかりで、なんか、ほら耳痛いろチームのギリギリの限界で登ってしまう人、俺どんなつけよ、あいつほんまな、もうサーで俺何回も怒ってるもん。カズッチとか平野さん連れて行った時に、で俺と藤本は知ってるから、仮にどうするってロープ出すって言いけそうやなって言って言うでな、ほんでもう子供やないか、痛いやから分かんねえか、ほんで元気出して、平野さんとか途半の要素の高い沢なんか行ったことない時に行ったら、兄貴これいけるいける言って、ロープも出さんと10メーターぐらいのところの滝をな半分ぐらい登んねんかほんならお前はええわ言うて、でお前それもしな初見で行って残り6メーターのって行き詰まったお前どうすんねん、そう分かる、でロープぐらい結んでいけ言うたら6メーターのところでさセルフも取らんとさザッコ押してロープ出そうっすよ、他までセルフ取れもう言い返されへんかそういったタイプなんだよ藤本ちゃんはやばいやばい、いやでもイケイケの人が本当に行ってしまうの、俺イケイケちゃうねん、イケイケやイケイケだよビビビビで、しかも途中で、あ、この上無理だってなるって大体、大体なる。そう、だから自分は、たとえ行けたとしても、セカンドが行けるかどうか。耳元で言うたって。だよ。だってこいつすごいね。下山の時でもさ、ピンクテープとかついてんが、兄貴、こっちかなって言って、こっちかなって言うてる、ここにピンクテープついたって。お前ピンクテープそこで何言うてんねん。今日はいじめよう、どこでいじめよう、すごいね、これディスる会でしょディスる会が盛り上がってる、すごい、うつしとくわ、ディスられてる俺ディスる会、会長と副会長がいるでしょ、ディスる会、もう下向いたまま全然起き上がれません、再起不能だから、でも山田性格出るから面白いよねそれぞれ本性が見えてくる時あるわ、もう一個あって、あの椿尾さんってね、あのあれ見たかな、あれはどうくれるなくて、あれどこやったっけ、下、コウタコ。コウタコ。三人で行った時。うん。で、その時の。ちょ、待って、まず、椿尾さんのプロフィールちゃんと言うといて。椿尾さん。椿尾さんって、まあ、山は僕、うん、俺よりも先輩やね。うん、会でも先輩で、うん。で、一応、トゥエルブくらいの。おー、ね、トゥエルブ、トゥエルブ。ほんで、沢行きたいから、藤本ちゃんの連れて行って、言って、じゃあ、ほな、俺で沢を接待するって、うん。ほんで、ま、テント張った時に一発目の薪があって、で、結構高薪やってんだよ。うん、で、急登やって、うん、結構やらしいなと思ってて。で、うん、こいつが先頭で、その、椿尾さんが2番手やって、うん、で、俺3番手やって。うん、挟んだわけよ、間で、うんうん。ほんで、最後が、その、やっぱり慣れてへんから、薪を。薪危ないもんね。うん、やっぱフリークライマーでも、もう止まってもて。で、俺も、ずれられたらあかんから5メーターぐらい離して、おるわけよ。え、そうなの？え、いや、そら巻き込まれたら、だって、ずるってずれ込まれたらどんどん当たられたらあかんから、うん、巻きとかの急になったら、うん、絶対間離す。あ、まあ、間は離すけど、違う、つばけおさんが止まってしまった話。そうやね。それが待ってほしい。12部やで。12部登んねん。だって、まあまあまあ、聞け聞け。またそこ落ちちゃうで。ほんで、つばけおさんが止まって、俺が5メーターしておったら、つばけおさんが、松村さん、ちょっと足場作ってって言うわけよ。うん、足場作っててないやねんやろ、だからもうだから動くとずれてくるから動かれなんだよな、あほんでと思って俺登っていって足場作って、やべえ怖え、ほんでそれでもなんかやっぱりなんかこう感覚が沢靴の感覚がまた違うよね、違うね、最初怖いかも、こいつ一番最初に行ってさそこでさ10分と15分ぐらいやってんねんで、ほんなら普通あと来おへんかったらさあいつこいつロープ持ってたからさ上から来てな、上から垂らしてくれてるのに待ってとクロスセットこうへんねんか。え、何してたん？で、一応、12くらい前から、彼のプライドも考えて、ああ、そうか。ったら、静入ったら、おい、静島だ言うて、こう言うて、お助けも垂らせとかって言えんねんけど、俺もどのタイミングで言うてんか分からんから、それ登り切って、で、また脇やから下って沢に降りるやんか、うん、沢に降るとき上から見たらさ、こいつずっとタバコ吸って回っとんのかよ。こんな野郎と。遅いなぁ。何しててあいつらと思ってでも、スウェルブクラブだから。でしょ思うかもしれんね。いや、思うけど、それはダメじゃない、いや、バーって巻き行くやんか。うん、ほんで、次、結構もう降りて、うん、沢渡ってやったから、うん、俺が先に、この状態を見とかなと、思って降りたわけよ。うん。もう登られへんやん、こんな。
まあね、バーバー終わってんのじゃん。まあね、いいわけ。あれ登り返せる。あそこ。あまたまた下向いた。ままあね、俺が見とかなきゃいけないっていうね。しんがりとしての。いや普通回ってくるやん。でも心配してなかったんだよ多分彼は。12クライマーだから。20分ぐらい遅れてんねん。だから何かあったかなと思うよ。そうあったかなって思うべきところでは、ね。それタバコ吸うって待ってるこうやって。だから信頼してんだろうね、12クライマーだし、まっちゃん後ろにいるしってことでしょ。そうそうそう。まあ、うん、まあ。俺あの時ちょっと恐怖感じたもん。だって足場作りに来て言うて作ってるやんか。ほんでもう、ダッと落ちられたら。まあ危ないよね。あれで多分な、2、30メーターぐらい上がっとったよな。へぇ。もう落ちたら止まるとこしてたんだよ。もうあの、沢の石にどっかぶつけたらおしまいやん。巻き添え狂ったら終わりやでな。うん、でもやっぱフリーとは全然違うんだね、沢とか、うん、だから靴の感覚、足裏の感覚ちょっとちゃうねんな、やっぱり、うん、あそこは藤本も俺も確認取らへんかったな、うん、あの巻きな、どうするって、ロープ、いつも言ったら、うん、どうするロープ出すかどうするとかって言って話するけど、うん、あっこも何も言わんと、普通に多分ロープなしで上がらないと思って上がってるな、うんうん、でもうちなり一人とか怖い、いや、静穂やったら、うん、もしかしたら話してたかもしれんね、いや話してるよ、うん、うん、だってノブちゃんやもん、まあ、うん、それちょっと怖いね。いやけど、俺12くらいもやもう知らんやろ。そっから2人でずっと怖いの、うん。でもなんか1個学びになったじゃん。だから、いくらフリーですか。いやいや、まあまあまあ、そうやな。そう、うん。そういうわけではないっていうこと、うん、っていうことを学んだわけだよ、うん。次からはないんじゃない、うん、そう。このなんかへこんでるさ、藤本ちゃんをさ、アップしたらいいんじゃない、こういう、これあるね。もうさっきのキュンってやってる。いやいや、ちゃんと撮ってる、撮ってる。撮ってる、撮ってるよ、撮ってるよ。ほんと？俺だけなんか、お前の都合のいいように編集してるやろってみんなから言われるから、うん、言った、そんなことない、そんなことないもん。でもたまに悪やるときあるよな。いや、たまにじゃなくていつもやん。だってない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 、ほんま完全ドキュメンタリーやから。でもよくね、あんなね、うん、普通のあんだけの大量な会話をこうつまんでおもろいとこだけ抜いていくなって確かにすごい才能やと思いますよ。確かに確かに。じゃあお前何時間撮ってると思ってる。え、それをさ、うん、全部見てんでしょ。見てんねん。見て、ほんでそこをつまんでってるでしょ、うん、面白いとこだけ。壮絶な作業やねん。それがすごい。大力壮絶な作業やで、あれ。びっくりした。なんかほら、うん、見てるだけだとよく分かんなかったんだけど、ま、自分がなんかそういう時に出て、あ、こういうとこを端折ったんだとか、ここカット、あ、ここは気使ってくれてカットした、なんかこういう名詞とか出た時にカットしてくれてんだっていうのは思ったけど、すごいそれ以上に撮ってるじゃないですかっていうのを初めて知って、あ、すごいなって。いや、だから今回見てどうなるんですか。いや、もうそほんまに分かる怖い。悪意のある編集にしないで。全然悪意はないもん、ほんまに。愛にあふれた編集や。愛に溢れた編集でね、うん、なぜ私ティッシュ入れたやつをあんなドアップでやるんや。ちゃう、でもお前止まって言うたよ。使うって言うたよ。いや、それね、あのドアップの先の写真あるやん、うん、あれなった経緯があの動画に貼ってるのか。だってあれ、よう見たら後ろで撮れなかった、こんな顔してるやん、うん、わざわざ撮るってなったから、うん、それこれええわ、うん、サムネで使うなって言うたもんな。そうそう、言うた。あれがサムネっていうのが。ええね、お前はもう全部素を出すってもう決めてるから。お前も番外無理やから。決められてるらしいよ。しゃあないやろ。もう、でもお前分かったやろ、俺の愛が分かったわけやんか、うん。だからお前はもう黙ってついてきたらええねん。愛が分かる。黙らない。彼氏できたら泣くねんで。うん。そんな人ね。だからな、お前もう彼氏できたらもう やめろよ。やだ。やめろ、お前、そんなもん。なんか、仲間内で彼氏がいたらいいんじゃない。じゃ、多分それもあかん、多分それもあかんと思う。ダメなの？うん、邪魔。なんで本当さ。いや、ちょっと話飛ぶかもしれないけど、あの、まあ、カズチとユカちゃん結婚してるけども、はい、いわゆる、まあ、要はカップルなわけ。うんうん、ああ、そこだからすごいなと思いますよ。そうやろ？あれはだから上下関係が、うん、上下上下で、同じじゃない、ね、位置がね、位置がね、なんかじゃ、ね、完全なる上下、うん、今のことはさ、カースト制度だった。なんか裏を返せばさ、飼い主とペットという関係に見えるやっぱりそう見えてるでもすごいカズチ優しいじゃん。そうね、もうめちゃくちゃ優しいね、カズチ。ああいう人を探せばいいんじゃない。そう、でもね、あの人も最上級の旦那なんですよ。あれしかも普通おらへんのですよ。いな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 い。ゆかちゃんはもうゲロよ。ゆかちゃんを後ろで操るな、あれな。でもそういう人たちが大体出会ったりするものなのよ。うん、なかなか、いや、ゆかちゃん幸せ者だよ、ほんと。分かってるかな、自分で。分かってる分かってる。だからそれいつも言うてんねん。分かってないな。分かってないんだ。これ普通じゃないからなと。そうなんだ。お
言うてんもんな、兄貴、ほんま。ゲロ嫁。クソ嫁からね、今日ゲロ嫁に変わったんです。さらにひどく。おあんなもんもうゲロ嫁や。まあ、な、昨日聞いたほんまびっくりしたよな。あれね。ちゃんと分かるように言うたってやる。昨日の日曜日ね。日曜日、昨日。うん、日曜日に、ゆかちゃんは、ちょっと肩ちょっと悪くしてて、フリーに来られへんかってね。あ、そう。で、他のその山友達、あの子友達多いから、うん、山友達と、どっかの里山歩いて、うん、ダムの方で、うん、バーベキューするっていうイベントがゆかちゃんは入ってたわけ。で、彼女は夜勤明けで、うん、日曜日、うん、フリー行くって言ったら、なんかしんどいから、寝て起きて、ジムでも行きますわっていう、うん。で、いや、フリー来て、もう来て寝てたら、って、うん、仮眠でもしたらって言ったら、待ったりしたら、頑張って行こうかなって言うてん。で、彼女の中では、うんなんかもう一回行かへんって言うてんのに、うん、今更なんかまた行くっていうのもどうかなって悩んでたらしいねでゆかちゃんは自分は次の日にバーベキュー入ってんで、ねうん、家族に言うた言葉が家族に行ってきてもええでって言ったじゃあほんまゲロやろ自分は次の日おらへんねんで、ね、おらへんのに行ってきてもええでっていや自分が体調悪くて家におるってなった時に、うんな、かずち、私のことは気にせんと言ってきてもええでって言ったらすごい優しいやんか。うん、うん、そうだね。うん、自分の、もう、あれは決まってんねん。決まってんねんけど、かずちに、言ってきてもええでって。すげえやろ、ほんま。すげえやろ。それでも自分ではめっちゃいいこと言ってる。そう。せやねん、せやねん。そう。だからそれを、今日行きしの車で聞いて、もう衝撃受けてさ。あれ、僕、びっくりしたもんな。そんな聞いてな。あいつで、ね、いやそりゃそうだと思ってそれでゲロ嫁になってこのエピソードを聞いて確かにちょっとすごいねすごい、うん、飛んでる絶対そうで、カドッチもこの間説教してん藤本さん、うん、なんでお前も悪いぞって言っちゃうから甘やかしすぎや言うてあすごいフリーなんか言っとっためっちゃ面白いよ昔なんでカドッチちょっとあ行ってきてやヌンチャクかけてきてや、うん、パーって言ったら何もうゆかちゃん、ビレイしてて、カズチ10メートルで、カズチ先生、そこ何そんなん持てんの持てんのそこチョークつけとって。構成のナビやで。めっちゃ楽しいだろ、ね。あれ、藤本話しとった北岳の、ハーケンの話。それ多分話してないと思う。話してない。北岳ね、ええ。映像は見てくれです。多分平野さんと。あれ、俺とゆかちゃんがパーティーで、うん、で、平野さんと、うんカズッチが、うん。で、ファーストパーティーな。うん、ファーストパーティーで。ファーストパーティー。で、マッチ箱を懸垂で降りて、うん、あとまあもう何ピッチかで終わり。うん、で、先に、カズッチと平野さんが行ってて、うん、で、カズッチ前、カズッチがトップで行って、で、岩の間で平野さんを引き上げしてて。だから、あ、平野さん行ったなって思って、うん、次俺らが、うん、ゆかちゃんがトップやってん。だから平野さんたちが行ったコース、同じとこを登ってるわけよ。うん。なら、ゆかちゃん途中で、あんまりリードで行ってて、こっちにボロいハーケンがあって、うん、もう20メートル以上上のカズッチに、しかも、カズッチビレー中やで、カズッチこのハーケン使ったって聞いてんねやん。言えるわけ。で、俺、何を言ってんねやろ、最初あんまり理解できへんかった。でも、あ、これいつものやつやと。いつものフリーのやつやと思って。で、カズッチは、そんなもう今ビレー中やし、どこのこと言ってるか分かれへんわけよ、うん。岩の陰でビレーしてるから。見えないでしょ。見えへんね、まず、うん。だから、カズチの答えたのは、うん、なんでもう使いたかったら使ったらええやんと。あ、そうだね。まあ当然や。そうそう、もちろんな。ほんなゆかちゃん、ぶち切れて。なんでえいや。答え教えてほしいの使った使ってないか。だから使ってないか教えてほしいの。ぶち切れて、なんでそんな言い方すんなってもうそこでぶち、バチバチに切れてる。来ただけで夫婦喧嘩。マジで理由がそれやで。めっちゃおもろかったもん、俺。すげえな、と思って。でも、それぐらいいつも至れり尽くせりだから。いや、まあ、そう、だから、だから、カズッチも悪いもん。カズッチも悪いもん。甘やかしすぎるな、あれ。そう、普段から。だから、そういうとこ行った時にも聞いちゃうのは、うん、いつものことだから、本人は普通のことで聞いてるのに、うん、何にその答え方っていうことでしょ。そう。20メートル上のビレーしてる旦那に、それを聞いても普通やと思ってね、あのゲロ嫁は。それはだから普段から答えてくれる。まあそうよ、そういうこと、そういうこと。そうだよ。俺をちょっとあぜんとした、ほんまに。最初ほんまに何を言ってんのかなと。めっちゃ優しいよ。ほんまにめっちゃ優しい。でも優しい
よ本当に、うん、超いい旦那わかるよなあれ見てたらな異常やいやあんな人がいたら結婚してもいいと思う結婚したくないけどでもひょっとしたら あれくらい優しかったおやみちゃんからしたらちょっと頼んないなと思うかもからねそこまでだったらはあどうなのかなもうだすごいもんなおじょんもうあの至れり尽くせりかもな、うん、えじゃあ全部言うこと聞いてくれるのもうほぼほぼただあれね、自分も、よっしゃよっしゃよっしゃではないで。うん、ああ、ああ、分かった分かった。もうしゃあな、いやもうしゃあなし、しゃあなし。カズッチたまに使う言葉は結構きついで。だから言葉は悪い。言葉は悪い。悪い。やるけど、うん、ねえねえ。でも絶対やってくれる。言いながらやる。そう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 。うん、言いながらやる。ああ、なるほど。それでも一番いいと思うな。まあ、カズッチも基本ド M やねんな、あれ。そうか。いや、そりゃそうやろ。いやなぁ。そうか。だからいいのかも、ね。昨日もな。フリー終わって、ゆかちゃんがバーベキュー行ってるわけか、うん。で、宝塚っていうところの駅で、降ろしてもうて、うん、で、みんな俺と、しずほと、かずちが電車で帰るって。うん、で、どうする飯食って帰るって俺言うて。うん、宝塚どっか、あの、白木屋が魚民かなんかで飯食おうか、って言うてんか。うん、ほんならかずちが、急に携帯出しちゃして、何今日飯食って帰るってゆかちゃんに言うとかんと、うん、あの、言うてなかったら、俺また、ゆかちゃんがご飯あると思って帰ってきたら、うん、俺ご飯作らなあかんから今日はご飯作られへんって言うので LINE しとかなあかん言うて急いで LINE しとって自分があそれそっかでもそれは多分ゆかちゃんの普段の教育によりもこうそうなってるんじゃないなってんだよすごいよあしなきゃって思ってるよねおすごいいやだからゆかちゃん不思議ちゃんでなんか天然さんっぽいけどすごいスパルタ教育してんじゃん、うん、でゆかちゃんに行った時のやつがあってな、うん、みんなにゆかちゃんの家行ってんかで俺はな何もしてへんやろでも皿も洗ってへんで私皿は洗うねんとか言うてけど皿も洗ってへんやろ台所が立てへんやろって立つよどんな顔な言うてんか、うん、家行ってなこれ今がしみんなおるから、うん、そこは頑張らなあかんのみたいな、うん、エプロンしてな台所立ってんかで台所出てくるって電気消すときに全然違う電気消しとってお前台所の電気つけたことないよな一瞬停電だと思うなでも可愛いじゃんみんなが来るからってエプロンまで何年住んでんのって言ったら5年言うのスイッチ間違うかも最高だ、ね、あー今日いないのか悲しいわ本当にピあのな、ね、薄紫のひらひらのパンツ入ってた、うん、風呂場にか干してあったはっきりして俺がで、シズホがビキニ着てしまくからうん、そうしまくって言われて朝いい景色だけよしっかり見ていこうね今、風の洗礼を受けようでも20までだったら耐えられるいや、お前いらんってうるさいな、うん、デブまで言ってねいや、今日言うたちょっと兄貴でもあるでやめるって寂しいな何だけこと言っていやでもさすがに俺も照れてさ余裕よあるでやめたのは俺のせいだ世間一般はみんなそうやと思うで、うん、藤本ちゃんに憧れてはったわけよ憧れてはいませんいやいやあの今日は藤本を泣かせるかお少女やねこんなお前少女変われへんねうちドキュメンタリーやからドキュメンタリーやからね今回はさ、パイパンマイミ VS パトリオットそう、出たよ出たよパトリオットはもうなんでパトリオットかわかるちょっと言わんで言って私じゃないからパトリオット米ヘト付き合ってたから